117番オランダピータースミッソ、極真空手出身のぶち壊し屋、人呼んでハリケーンピータースミット。ジャッジウィラワットヒャンヤレイカー、同じく宮下健、レフリーシーリンミーペット。さあこの試合はムエタイルール、すなわち頭突き投げ、下腹部への攻撃、倒れた相手への攻撃を禁止する基本ルールに基づいて行われまして、パンチキックはもちろん肘膝を使った攻撃も全て OK ということになっています。3分1ラウンドの5回戦、ラウンドインターバルは2分で行われます。さあ注目のゴング今鳴りました。おっといきなりバックスピンキック、いきなりスミットのバックスピンキックから試合が始まっていきました。あさあ左のハイキック、軽くトップロープを越えていきます。なかなかスミットがねいきなり攻撃を仕掛けてますけどもね。そうですね、まあ、しかしこうやって2人のこの体つき見ていまして、お分かりいただけますようにかなり体重差があります。まあ、今日の契約ウェイトは93キロなんですが、スミスが、画面右側 91.3 キロ、そして今画面向こう側でありますがスミットが 78.9 キログラム、まあ、体重差が 12.4 キロあるんですよこれね。はい、この辺りどうですか。そうですね、まあ、スミットはあのどちらかというとぶち壊し屋ですからね、やっぱり体ごとぶつかっていきますから、この体重差というのはやっぱ大きいんじゃないですかね。うん、もう森スミスがあの落ち着いてさばいていくと、ちょっとスミットも崩しにくいと思いますよ。あそうですか、体重差が出てくると思いますね。うん、かなりもうスミットとすればどんどん前に出て打ち合いに持ってきてね。そうですね、しかしこの体ごとぶつかって壊れるとちょっと辛いかなという感じがしますが、右のローであります。さあそしてあっと持ち上げて投げてた、持ち上げて投げてました、モーリス・スミス。やっぱりこの辺りもやっぱり体重の差ですかね。そうですね、スミスは落ち着いてあのさばいてるんじゃないですかね。あこういった接近戦からもああいった仕草を見せていきます、モーリス・スミスであります。さあ画面の右側シルバーのトランクスでありますピーター・スミット、そして褐色の肌モリス・スミスが前に出ていきます。本当にスミスっていうのはね金銭も取れた選手という感じがするんですが、どういった風に印象をお持ちですか。そうですね、あの全体的にやっぱりバランスの取れた好選手ですね。はい、あのハイキックの切れ味、そしてパンチとキックのコンビネーション、なんかやっぱり上手ですね。はい、ガードも変えないですし。あそうなんですよね、あのいいチャンピオンですね。まあ、攻めだけじゃなくて、はい、ちゃんとガードもしっかりしてるという。そうですね、そこをこのピータースミットがどう突っ込んでいくかというところなんですが、このスミットについてはどういうふうにお考えですか。もうスミットの場合にはもう本当に突進力とスタミナ、マシンガンのような手数、勝負にかけるあの精神力なんかはもうやっぱりそういう面では素晴らしいですね。この第1ラウンドもやっぱりこのスミットの方からね、どん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 攻めていってますもんね。そうですね、どうしてもやっぱり崩していかないとしょうがないですからね。はい、この体重差、これをスミットがどう跳ねのけていくか、この持ち前のアグレッシブさ、こういったところが第1ラウンドからどうやらスミットの方にも出ているようでありますが、先ほど持ち上げてスミスが投げ捨てた、ああいったところを見ておりましても若干その体重差というのがこの第1ラウンドから出ているようであります。第1ラウンド残り時間が早くも10秒切りました。左のミドルを出しながら前を測っていきますピーター・スミット。どうやら第1ラウンドはお互い相手のセッパーを見たというも前の方に出てきていますピーター・スミット。あワン・ツー・スリー、そして左のミドルキック、館内が沸いております。このピーター・スミットのワン・ツー・スリー、そして左のミドル。さあこの試合はムエタイルールで行われているわけでありますが、このスミットは、まあ、極真空手時代からもう肘や膝の攻撃には慣れているんですけども、この来日前には、3週間タイのパタヤ、シットヨートンジムで、ムエタイの特訓をしてまいりました。そして一方のモーリス・スミスはもともと WK ルール中心ということで、まあ、本人はムエタイ対策は万全と言っているんですが、まあ、このあたりこのムエタイルールというのはね、お互いの戦いぶりどう影響してくるかということなんですけどもね。そうですね、やはりスミットはその辺狙ってるんじゃないですかね。スミスがやはりムエタイルールというのを、まあ、あまりマスターしてないんでね、その辺肘とか膝、はい、そういう小技でもって勝負していこうと思ってるかもしれませんね。やっぱり接近しておいて肘そして膝をおそらくスミットは使ってくる
でしょうね。そうですね、特にあの肘は怖いですよ、はい、肘で切りに行く可能性はありますからね。今スミスも肘を見せましたけれども、やっぱりちょっとね、慣れてないと言いますか、ちょっと、あーとバックハンドブロー、強烈なバックハンドブローであります。ピーター・スミット、今のもあの、バックハンドブローもそうなんですけども、やはり肘をぶつけてますね。あ、なるほどね、割と至近距離からということで ね、そういう肘になってくるんですね。はい、はい、両者がもつれ合っていきました。そうするとあのスミットにとっては体重差を克服できる、はい、そうですね、そういう形になってくるのかもしれません。さあ第2ラウンド中盤が過ぎていきます。なかなかこのラウンドはスミットのパンチあるいはキック、スミスの顔面を捉えるシーンが見られますが、この両者のコンディションでありますけれども、スミスが2日前に来日ということでちょっと時差の影響がね気になるんですけどね、あとまた肘であります。一方のピーター・スミットの方は5日前にもうすでに来日しております。こういったところも若干コンディション的に気になるところでありまして、そしてスミスの方はとにかく相手がいないということで、試合があまり組めない、この辺の若干試合感というのが、そうですね、でもまあそれも 1,2 ラウンドこうやっていけば慣れてきますからね、徐々にね、はい、まあ、後半勝負ということになるんでしょうか。逆にスミットの方は試合が多すぎて若干疲れがあるというね、何か交通事故で右足のくるぶしを痛めているというような情報も伝わっております。おっと右、あ、これはダウンではありません。しかしながらなかなかアグレッシブなスミットの攻撃が目につきます。この第2ラウンドであります。またバックスピンキック、ここで第2ラウンド終了であります。松永さんの採点、さあもうまたバックスピンキックから入っていきましたスミット。このスミットが第2ラウンド松永さんの採点でも取っております。なかなか優勢に試合を進めているようでありますが、まあ、この両者それぞれウィークポイントを持っていると思うんですけれども、はい、このまずスミスの方ですね、はい、どういうふうにご覧になりますか。そうですね、やっぱりガードはいいんですけども、ちょっとスロースターター気味なんで、慎重すぎてあのペースつかめないまま5ラウンドまで行っちゃうということがよくありますね。 あっという間に、ね、終わってしまいますんで ね、この5ラウンド制は、今日の試合もちょっと何かあのスミットのね、はい、この勢いに押されているといいますか、まあ、本人はこの余裕で見てるのかもしれませんけども。そうですね、でも上手にさばいてますよ。あ、そうですか。ただ一緒になって、はい、スミットと暴れちゃうと、うん、スミットのペースになっちゃいますからね。一方スミットの方のウィークポイントってどうですか。そうですね、やっぱ攻撃が単調のせいか、ガードだと甘くなるんですね。あ、そうですか、そのあたりですね、はい、まあ、ちょっとスミットはこのところ、まあ、いろんな空手の試合に出たりしてるんですが、現在4連敗中、昨年の9月に佐竹正明と戦いまして負けました、はい、それからルック・フルヘイヤー、あるいはチャンプア、そしてルック・フルヘイヤーには2回負けて現在4連敗中ということでありまして、ちょっとスミットの、ね、状態がね、はい、まあ、ルック・フルヘイヤーちょっと相性悪かったんじゃないですかね。あ、そうですか、はい、まあ、佐竹選手の場合には、顔面なしのルールですからね。あ、なるほどね、はい、ちょっとそのあたりもあったのかもしれませんが、ちょっとスミットが最近スミットらしさを変えているというところであります。ちょっとね、はい、ロープ際ブレーク、おっとブレーク間際肘を飛ばした、肘を飛ばしましたスミット、ブレーク間際肘を飛ばしてちょっとスミスが怒りました。あ、これはいけませんスミット。さあちょっと両者がエキサイトしていますが、また両者がもつれ合っています。また両者がもつれ合って、あ、また投げ捨てるのか、また投げ捨てる、1ラウンドと同じ、あっと下から頭突きをかましているスミット、あっとこれはいけない、これはいけない、ちょっと両者がもつれ合っている。エプロンサイドはセコンドが入ってきた、セコンドが入ってきた、スミットサイドはセコンドには手当がついているんですが、このセコンドまで入っています。ちょっとこれはいけません、両者を分けましたレフリー、これはあっと手が上がりました。反則勝ちってことですかね。反則勝ちですか。あ、スミットの手が上がっています。スミットの手が上がっている、ちょっと信じられないという状況のこのスミスでありますが、あれどうしたんですかね、第3ラウンド何か金取られる感じ、この満員の日本武道館ファンがどうしたという感じ、スミスもちょっと考えられない。エプロンサイドでスミットも、あ、またリングの中に戻ってきますけれども、これはどうやら反則勝ちということになるんですか。スミットのスミスは反則負け、どういうことなんだというスミスであります。ちょっと納得いかない。あ、これスローが出ました。もう一回見てみましょう。
ここでもつれ合います。ここでもつれ合ってそして倒れる。この後ちょっと頭突きを飛ばしていく。あ、ここですね。はい、これでちょっと両者エキサイトしましたね。そうですね、先にあのスミットが頭突きかましたんですね。まあこれちょっと判定はスミスの反則負けになりましたけども、ちょっとスミットサイドですね。あ、どうやら試合続行いたします。あ、試合続行、試合続行です。やはりこれはちょっとまあ一概にね、一番最初のところはレフェリーは見えなかったんじゃないですかね、あの続きが。そういったところもあったんでしょうか。反則負けという一旦は裁定が下ったんですが、3ラウンド残り時間1分からスタートいたします。はい、3ラウンド残り時間1分から再開されました。どうやら、先ほどの反則負けという判定は覆りました。やはり今のスローを見ていましても若干スミットの方もね、そうですね、下の方から頭突きをしてみたり、その前にあのブレイクするようにレフリーに言われた時に肘を飛ばしたりしてましたもんね。はいはい、ちょっとこれで反則負けという形になってはスミスの方も納得いかない。そうですね、この満員のね、日本武道館のファンも納得いかないですから ね、 そうですね、はい、しかしこれはファンにとっては非常に嬉しい形になりました。残り1分から試合再開であります。この重量級の一戦、本当にこれを楽しみに、ね、見に来たファンも多いですから、何かの中途半端に終わってしまう形になりますんで ね、 でね、あのままだと、はい、さあ第3ラウンド残り1分から試合が開始。しかし残り時間もう10秒になりました。さあちょっとエキサイトする感じ、バックハンドブロー、これは大きな空振りになりました。第3ラウンド残り時間がほとんどありません。これ第3ラウンド終了であります。松永さんの採点、アランの第3ラウンドが終わりまして、これから回は終盤第4ラウンドに入っていきます。一瞬モーリス・スミスの不敗記録が終わるかというような場面が見られました第3ラウンド。しかし試合は続行されています。しかしスミスがちょっとまだペースつかめませんか、松永さん。そうですね、でも前のラウンドでもってちょっとエキサイティングになりましたから、逆にこれから出てくるかもしれないですね。逆にその、さっきのアクシデントが、スミスの何か魂に火をつけると言いますか、そうですね、まあ、そういった形になるのかもしれませんが、また両者がもつれ合っていきます。完全に体重差ではモリス・スミスの方が上回っておりますが、やはりアグレッシブなピーター・スミットのこの先ほどからのバックハンドの肘打ち、こういった攻撃に若干スミスがペースをつかめないでいるような感じの前半であります。ポイント的にも、ピーター・スミットの方が現在のところ松永さんの採点でもリードしておりますが、はい、そろそろこれ挽回していかなきゃいけませんかね。そうですね、はい、おっと右入りました。右のアッパー、右のストレートから右のアッパーであります。ニュートラルコーナーに詰めていくスミス、ようやくスミスらしいところ、ね、はい、今の攻撃どうですか。あのいい攻撃ですよ、はいはい、右のパンチからチャンスを掴んでいきましたスミスであります。さあピーター・スミットがしかし前に出ていきますが、これを落ち着いて見ているモーリス・スミス、そしてじりじりと何か威圧感を誇示するかのように前に出ていきます。そしてまた左を伸ばしていく、右のボディ、右のアッパー、そして左のミドルキック、ちょっとスミットが防戦一方になっています。ブレイクしていきました。ちょっとスミットが防戦一方になってますね今のところ、はい、やはりあのスミスが前に出てくると、重いですからね、何かじりじりとね、あの大きな体が前に出てくるとちょっとスミットが弱々しく見えてきますね、これで、やっぱりパンチでも蹴りでも重くのしかかってくるんじゃないですかね。ああそうですか。さあパンチがようやくこのスミスのパンチが当たり始めました。また青コーナーサイドロープを背にしていますピータースミット。ああバックスピン、いや若干下目でありましたがボディあたりに炸裂しました。スミットのバックスピンキックであります。さあそして膝を出そうというところであります。このラウンドようやくモーリス・スミスらしさが出てまいりました。さあまたリーチの長い右、そして首相撲、膝が飛びます。ムエタイ対策は万全というこのモーリス・スミスでありますが、ようやく膝の攻撃あたりも出てまいりました。またバックスピンキックであります。ちょっとスピードが弱くなってませんか。そうですね、ちょっとキレがないですね。キレがないですね。あ、逆に今度はスミスのキック、ちょっと4ラウンドに入ってピータースミットの動きが鈍くなってきたような感じがしてまいりました。さあこの辺りから最強王者スミスの真骨頂か。第4ラウンド、しかしここでゴングであります。第4ラウンド終了。松永さん、Now, last round.
さあようやくスミスらしさが出てまいりましたが、もうすでに回は最終ラウンドに入っております。やはり例によって、まあ、スロースターターのスミスでしたけれども、ようやくね第4ラウンドあたりから、さあこのラウンド最終ラウンド、まあ、スミスがまだ松永さんの採点では若干ビハインド、おっと強烈なパンチであります。若干ビハインドで背負ってますんでね、もうここでちょっと大きなポイント上げたいところですね。そうですね、でも内に来るとあの迫力ありますね。ああそうですね、どうしてもこの体重差というところに目がいってしまうんでありますが、あっと首相撲から膝、強烈な膝、どうですか今の膝、あの効いてんじゃないですか、強烈な首相撲、膝を突き上げていきました。モーリス・スミス、まあ、ムエタイへの対策は万全というところがかなり伺える今の首相撲でありましたが、さあスミスが第4ラウンドあたりからその持ち場と右アッパー、強烈、強烈だ、右のアッパーから左を返した、ダウン、ピーター・スミスのダウンです。モーリス・スミスダウンを奪いました。立てるか、立てるか、ピーター・スミスのダレーノックアウト、モーリス・スミスノックアウト勝ち。スミス・スミットの頂上対決はスミスのノックアウト勝ちです。第3ラウンド一旦は反則負けを宣告されたモーリス・スミスでありましたが、第5ラウンド逆転のノックアウト勝ち。いやー最後は右のアッパーを突き上げました。強烈でしたね。いいパンチでしたね。その後のハイキックアドルを見せてましたけれども、どうですかあの一連の攻撃の中では、はい、あの一番最初のアッパーが右アッパーが効きましたね。効いてますね、あれはね、あれでもう整えですね。はい、それではシンディ鈴木さんによるインタビューです。お聞きください。それではもう本当に大変な試合になりましたが、KO 勝ちを収めましたモーリス・スミス選手にお話を伺いたいと思います。Well, this is the moment everyone has been waiting for. How do you feel right now? Peter's a tough guy, there's no doubt. Hey, Peter! Pete! You're a tough little guy, buddy. He's tough. But I thought the way I feel I would win would be on the boxing part. Because I feel no Kyoshishin Kai guy can beat me hand to hand. Kick, anybody can go hand to hand. Kickboxers.本当にピーター・スミス選手はとてもタフな選手だったけれども、自分がやっぱりキックボクサーとして力が上回っていたんじゃないかということでした。Peter, do you have any message to your Japanese fans? Peter, do you have any message to your Japanese fans? Yeah, I like you so much.Every time when I fight in Japan, it's a good sport, all four people. I like it. Thank you. I wish you good luck in next match. 日本のファンの皆さんはあのピーター・スミット選手からのメッセージですけれども、いつも応援してくださってありがとうございます。皆さんのことをとても愛していますということでした。Well, Maurice, do you have any message to your Japanese fans? Yeah, thanks for supporting the kickboxing. I appreciate you guys coming in, and I hope we gave you a good show.That's it. Peter, just thanks for coming to the shows and hope you come a lot more because this is a great sport and we need more support from the people. I think so too. And what is your next goal and future? My next fight is in France and then I have a title fight against Stan Leganis in Australia. Where to go? I have a title fight in July in Australia. In France? And in France, not a title fight, but another fight.次はフランスでタイトルマッチじゃないんですけど試合をするということですが、日本の皆さんキックボクシングはとても素晴らしいスポーツですから、これからももっともっと見に来て僕のことを応援してくださいということでした。以上両選手にお話を伺いました。インタビューの後再び両雄が抱き合っておりました。今日の試合ですが松永さん、はい、どういうふうにご覧になりましたですか。そうですね、やっぱりあのスミットの最強の座を求めて、ヘビー級の王者モーリス・スミスに挑んだんですけども、はい、やはりその体重差という面ではすごく大きかったですね。まあ、崩せなかったというところが一番のポイントだと思うんですね、はいはい。まあ、そしてあの最後の第5ラウンドのこのスミスの攻撃ですが、はい、力強さありましたね。そうですね、まあ、もう一度スロー出ていますがこの右アッパー、はい、続きまして株式会社名工物産岡本由良様、まあ、得意のハイキックを出すまでもなくという感じですか。そうですね、もう最初のでも決まりましたね。はい、もう一度違う角度からご覧いただきましょうか。このアッパーです。
本当に強烈な右ラッパー、これでピーター・スミットがマットに沈みました。不敗の王者、注目の重量級決戦、結局モーリス・スミスが第5ラウンド鮮やかな逆転のノックアウト勝ちを収めております。モーリス・スミスがピーター・スミットを下した試合でした。それではお知らせを挟みまして、 WKA スーパーフェザー級のタイトルマッチ、日本のエース清水貴弘がチャンピオントーマス・ザイラーに挑戦します。